白ココアです。今日はお腹が空きましたということで、ご飯を作って早速食べていきたいと思います。まあ、何を作るかっていうと、暑くなってくると食べたくなるあれ、そう、あれですよ。あれって言ったらあれ、じゃーん、冷やし中華。今日はね、ごまだれで食べていきたいと思います。でさ、冷やし中華って名前に中華が入ってるだけあって、中華料理じゃないですか。これと一緒にね、春巻きも作っていきたいと思います。暑い日にぴったりなささみの春巻きにしていきたいと思います。それでは作っていきます。ココチューブ。はい、ささみ。じゃあまずささみの筋を取っていきます。じゃあささみは耐熱容器に入れて、お酒、これで電子レンジで温めますね。赤、この間の動画で私台湾フェスに行ったと思うんですけど、そういう日ね、割とね、暑かったんですけど曇りだったんですよ。だからね、油断してね、焼け止めを塗ってかなかったの。すっごい焼けちゃった、丸焦げ。日焼けには注意しないとダメですね。皆さんもう冷やし中華食べました？なんかだんだん暑くなってくるとさ、スーパーでも冷やし中華出すようになってさ、あー夏が来たなって思いますね。薄焼き卵作るの下手くそすぎん？まあいっか、味は変わんないっしょ。本当はこの状態からひっくり返して焼きたいんだけど、なんか卵焼きにしちゃう。さっきよりいい感じ。最後の方でやっとうまくいった。よし、はい、ささみプルプル。これを適当な大きさに切っていきます。もういいね、いいね、味見。そういえば何にも味付けしないけど美味しい。じゃあこれはこっちに入れときます。じゃあ次はハム。ハムといえばね、ちょうどね、この間トイストーリーがテレビでやってて、もう可愛かった。やっぱりね、トイストーリーって面白いですよね。あんなの見せられたらさ、おもちゃとか捨てられなくなっちゃいますよね。私キュウリがね、生で食べられないので、今回はキュウリの代わりにね、貝割れです。じゃあ貝割れは洗います。じゃん、トマト。これね、ちっちゃいトマトなんですけど、すごい甘くて美味しいの。ほら、普通のトマトよりちっちゃいでしょ。じゃあこれもね、切っていきますね。ちっちゃいから4等分でいっか。一応トマトもね、味見しときますかね。食べちゃった。はい、じゃあ冷やし中華のね、具材は完了です。ささみをね、ほぐしていきます。お酒をあえたからすごいホロホロになってる。これもさ、ちょっと味見してみましょうかね。酒蒸しみたいになって美味しい。はい、ほぐせました。今すごい悩んでるんですけど、冷やし中華を最初に茹でるか春巻きを作るか。料理ってさ、結局さ、効率なんですよね。何を先にやって、どの瞬間にこれをやってみたいな。もう売れっ子芸能人のマネージャー並みにスケジュール管理が大変。そんなわけで今日私はね、春巻きと冷やし中華のマネージャーをやらせていただいてるんですけども、でも冷やし中華って冷やしだからそこまで伸びないですよね。ということで、先に冷やし中華茹でちゃいたいと思います。っていうか、気づいたんですけど、茹でる前にさ、茹でる前にさ、お湯沸かさなきゃいけないから、まずはお湯を沸かしますね。わー、すごい、特用の大葉、たくさん入ってる。野生的なのよ、この茎の部分。そして大葉はね、香りが出るように叩きたいと思います。おいしくなってねっと。ほら、叩くといい匂い。じゃーん、練り梅。じゃあ、これもちょっと味見させていただきますね。いや、美味しいかどうかわかんないからね、作る前に食べないといけないから。酸っぱい。あとで春巻きの皮でしょ、これも入れたいと思います。梅バージョンと明太子バージョンを作っていく。じゃあこれで水溶き小麦粉を作っていきます。塗り代わりのやつです。春巻きの皮を剥いていきます。私大雑把だからいつも破いちゃう。今はさ、カメラ回ってるから若干ね、あの気持ち丁寧になってますけど、いつも適当よ。お、いいね。はい、3枚目も成功。スライスチーズは半分にして1つあたり1個使います。で、次にとろけるチーズ。あの、別にね、チーズはね、これ1個でもいいんですけど、私はね、チーズが好きなので、とろけるチーズと普通のスライスチーズ両方入れちゃいます。ダブルチーズってことですね。はい、2個目も乗せると、ささみを乗せて、練り梅をピーッと包んでいきます。お、いいね、くるっと1回転ね。大葉を入れて、くるっと、もう一丁くるっと、水溶きの小麦粉をやってくるっと。はい、いい感じ。こんな感じでね、やっていきます。あ、そうだ、今さ、久しぶりに春巻き作ったから思い出したけど、春巻きって裏表あるんですよね。ザラザラの方を中側にします。くるりんちょ。梅バージョンができたので、次はですね、明太子バージョンでやっていきたいと思います。明太チーズは美味しいよ。チュル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 っと。はい、明太子バージョン。まあでも言うてね、見た目変わんないんですけどね。突然ですがね、ここで皆さんにね、悲しいお知らせがあります。ささみ、
くなりました。ただのチーズ明太春巻きにしたいと思います。なので豪華にね、2枚使っちゃいます。折って1枚明太子を乗せると。大葉たくさんあるから大葉も乗せよっか。はい、春巻きちゃんたち完成しました。あとは揚げるだけ。はい、じゃあね、冷やし中華茹でていきます。端っこ茹でちゃいますね。お、できた。オッケー。はーい、上がりました。それでは盛り付けて食べていきます。ここチューブ。はい、ということで冷やし中華と春巻き完成しました。それではいただきます。じゃあまず冷やし中華からいただきます。最強。うん、おいしい。インスタのアンケートでごまだれと醤油だれどっちが好きかっていうアンケートを取ったんですよ。そしたら3分の2ぐらいの方が醤油だれで、3分の1がごま派でしたね。どっちも好きなんだけど、やっぱり私ね、ごまとかなんかクリーミーなものが好きだから、ついね、ごまだれを買っちゃう。うん、そうだ、春巻き用、これが梅バージョンのやつですね。うん、おいしい。梅とシソの味がガツンとくるんだけど、最後にね、チーズのまろやかさがね、包み込んでくれる感じ。しかもね、チーズをたくさん入れたからか、すごいチーズがね、お餅みたいにもちもちしてます。うん、梅さ、味見した時に酸っぱって思ったけど、チーズと一緒に食べるとね、本当にこの酸味がちょうどいい。じゃあ次、おそらくこれはチーズと明太子だけのやつだと思います。うん、うん、うん、めっちゃ美味しい。ん、何これ。なんか明太クリームパスタの上に大葉が乗ってるやつあるじゃないですか。あれをね、中に入れた感じ。あ、美味しい。うん、うん、うん、うん。そしてさ、揚げ物にこの冷やし中華が合いますね。そうだ、イワシとの新生姜もトッピングしました。くぅ、美味しい。おお、さっぱりするね。いいね、これ。私さ、夏ってあんまり好きじゃないんですよね。暑くて化粧落ちるし、暑いだけで体力持ってかれるし、だからあんまり好きじゃないんですけど、夏の食べ物はいいですね。美味しい。確かね、この辺りにね、明太ささみチーズがあった気がするんだよね。これかな。うん、大体お肉を使った料理ってお肉が主役になることが多いと思うんですけど、これはね、いい意味でささみがね、存在感がないです。チーズも大葉も明太子もささみも全部平等っていう感じ。全部が主役のオーケストラって感じですね。美味しいわ。you
ご家庭によって冷やし中華にね、乗せるトッピング違うと思うんですけど、皆さんは何か変わったものとか乗せますか？なんか変わり種もね、乗せてみたいなって思うんですけどね、思いつかない。うん、梅と明太子だったら私明太子味の方が好きかも。おいしい。春巻きってさ、ギュッと包まれてるからずっと中身ホクホクですね。冷やし中華美味しかった。美味しい。これはさすがにね、我慢できない、持ってくる。はい、レモンサワー、乾杯。あー、美味しい。うわー、ほんとおつまみにこれ最高。ではラスト1個。おい、あー、美味しかった。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで本日は冷やし中華と春巻きを食べてみました。皆さんもぜひ作って食べてみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。やっぱさ、春巻きはさ、揚げたてが美味しいですね。いくら